どうもポール・マッカートニーです。今日はウィニングイレブンをする前に私の代表曲を歌わせてください。いきます。ワン・ツー・スリー Hey guys! We have gift for you! というわけで今日も紹介紹介っと、これは持っているもののつとめということでね、今日は前回取り入れた国代表 FB の選手を紹介していこうと思うんだぜ。まず一人目紹介させてもらうのはこのブサイクなケツだ。こいつ敵のくさびのボールめちゃくちゃ取るんですよ。まあ、ディフェンスセンスは97というところは気にしてるのかわかんないですけど、とにかく縦に出てくるボールを全部こいつが取ってくるわけですよね。要はこっちが攻撃しててボール取られて、うわやべカウンターだ攻撃終わったってことはぶつけてヒュー出てきて、まだだ俺たちの攻撃は終わってねえぜみたいな感じ出てくるわけですよ。まあ、あれですよ、バジェツクでいうおぼろ、北斗の剣でいうリンみたいなことやってくれるわけですね。なんでボール取った後もめちゃめちゃいいですよね。グランダーマスとフライパーズの数値がこんだけ高いんで、その後のカウンターの一撃もすごい決まるわけですよ。もう宮田一郎わけですよね。ジョルトカウンターですよね。こいつはね、ほんと攻撃的。なんかどっちかっていうと。いやでも出会い所で守備もできるじゃんって思うじゃないですか。守備はね、あんま期待しない方がいい。スペシュンがゴミだから。ブスケツがボールを追っかけてる時とかは、マジブサイクなケツだと思った方がいい。なんもできんから、マジで。ただのアナルです。はい。まあ、マヌエル・ノイアーとかいう男なんですけど、こいつまさかの被り上がりまして、もうとんでもない狼藉を働いたわけですよ。マヌエル・ノイアーという男は。しかしながら、このノイアー、他のキーパーとの一戦の勝ち方がえぐい。ノイアーの守備範囲広すぎる、マジで。令和チャンネルのセックスできる女の守備範囲ぐらい広い。もうこの辺とかも全然いく。この辺。わかる？もうここにノイアーが、ボブブ、ウェーウェーウェーって出てくるんですよ。こうやって、ウェーウェーってこうやって、さって洗って、スッて処理して、さって帰ってくから、もうマジでなんかそのあれみたいな、新宿のキャッチみたいな感じで、パッて来てなんかもう、わって絡んでから、わって帰ってくみたいな感じの。ラファエル・ゲレーロ。僕はね、大外れだという風に言ったんですけど、こいつは大当たりです。いや、ボールキープ98に、ボディコントロール91あったら、そらボールを持てるわと。で、まあ、パスとかバカ甘いですね。グランダーパス93、フライパス95で、ワンパス、スルーパス持ってますから、あとバックスピンロングはあってるのかな？スピシュンがこの通り、瞬発が91乗ってますから。だから、なんか動かしてる時の操作感に関しては、まあ、ベッカムの方が能力制限が高いんだけど、ベッカムよりもいい。ディフェンスもね、それなりにできるんで、バーって走られてなんか一人ぶつけといたら結構ボール取ったりもするわけですよ。もうカウンターのきっかけ作りもしてくれるというということで、攻守の献身性がえぐいです。結果めっちゃ優秀だったよって話ですよ。なんで使ってる感じ的にはもうベッカムとグディ足して割ったみたいな感じでクソ強かったっす。めっちゃ真面目に話すね俺。でもこいつよ、クリロナよ、ちょっとねめっちゃ強えぞめっちゃ強えぞこれ。クリロナって織物なんですよ。すぐバーって降りてきてからボールちょうだいってやるんですよ。いやいやお前前行けやみたいな感じなんですけどね。フィジコン3つ上がったわけでこんな強になるってくらいボール持てるから、クリロナが織物してきた時、だから織ロナしてきた時にもう素直に織ロナにパス出して、一回キープしてもらって落としてもらう。で、落としてもらったやつバーンって前出せば、もうこれだけチャンスやから。やばいんですよだから。一回すっごいのがあったのが、クリバリかなんかに前入られちゃって、あーこれダメだ取られるわと思ったんですけど、一応シュートゲージは貯めれたんで、あ、じゃあシュートゲージ貯めとこうとか貯めてたんですよ。したら、クリバリ後ろから足バーンって振り抜いて、ボールゴールにズドーみたいな、相手のゴールにシュー超エキサイティーみたいな、ハンマーユージローがピックルのアクリル板破るときみたいな感じで、メリメリメリってクリバリの足に、クリバリの足がめり込んで、もうボールズドーンよ。で、皆さんね、これで紹介が終わりと思ったら、おいおい、令和チャンネル一人忘れてねえかいと。あの男はどうしたと。あの男ならここにいる。なんでティモ・ウェルナーが控えに回ってるかって、そいつはよ、そいつはこれを見てくれたらわかるから。ちなみにですね、僕はウェルナー普通に使って、スーパーサブでも使ってめちゃめちゃやったんですよね。でその結果、このティモ・ウェルナースーパーサブがどれだけやべえかっていうと、別にやばくねえっていうか言い方が悪い、もともとやばいですよこいつは。スタミナも99あるし、スピシュも元からカンストしてて、オフェンスもこの高さなんですよ。強い結局ウェルナーは。どっちにしろね、スパタウェルナーのいいところは、ウェルナーってボールコントロール、まあ、ドリブルの数字が93程度しかないんで、やっぱどうしてもボール持っちゃうと明らかにスピードダウンするんですよ。メッシとかルンメニゲとかだと、やっぱこの辺の数値高いからそのままバーって行くんですけど、まあ、ベルナーこれなんで、やっぱどうしても下がっちゃうスピードが、ボール持ってから追いつかれちゃうみたいな、これがなくなる。スパタウのベルナーは。だからよりルンメニゲになる。ん？じゃあルンメニゲでよくね。見てくださいよ、このレーティング。ちゃんと1300戻っちゃいましたから、もうマジでね、クリロナとベルナ強すぎな。さあ、行きますよ！もうい
そのためのムバッペ。危なかった。これでスーパーサブで脱出でなんとかなると。あー、ベルナー持っとるやん。まあ、これによって最悪俺がちょけってもあいつがベルナー紹介してくれるから動画としてオッケー。まあ、レーティングちょっと高いんで、まあ、あんまりクソみたいなディフェンスしてたらすぐやられちまうぜということでね、落ち着いてやっていこう。まずはとにかくうちのサッカーこれだ。ラファエル・ゲルがボール持って、下げて、ブスケツがシャン、下げて、シャン、うわっぺか、前向いて、前向いて、シャン、入ったウィニングイレブン、アクション、クリロとベジとムバッペル取る点は楽しいぜ。なんで俺が AD が上手か分かったの、悪魔に魂打っちまったんだよ。ここでね、そんなね、崩したりとかしなくていいわけよ。こうやってボール渡して、ムバッペル出して、走って、走って、打って、あとはビダルがパスコース入って、ここで取る、ナイス、夢です。ゲレイロ取って、ナイス、これ早くね、ゲレイロ、よくね、はい、ムバッペが行った。はい、ムバッペ、もうこれ戻しつつ、戻せない。取れて、オッケー。んー、誰か。いやー、ここで取るのきつい。あー、やったわ。ゴー。ゲレイ、あー、危ない、うっとりあー、ネドブルが生きてる。危ないよ、もうネドブル任すとけって。なんで俺がクリア、俺がクリアするみたいな。なんでお前じゃないとダメなの。理由がわからん。おーい、ノイヤ、バザーじゃねえだろうか、お前。大日本帝国出身か、お前は。ルメです。飛べ、ナイス、クリロラ。もらってきてません。ナイス、折り物。で、ここで一回ボール出して。バカやろ、ブスケツ、はらんでんじゃねえ。おい、ちょっと危ねえよ、バカ。悔しすぎるだろ。なんでこんな外役3人ぶち込んでや、俺が負けてんだよ。仕方ねえ。外役足すか。おい、殺してやるからね。外役増量キャンペーン実施中だ、この野郎。ティモ・ベルナの実力はキリアン・ムバッペ級？いや、もっと上だ。ベルナー止めれてないね。見えてないね、ベルナー。今見ているのがあと45分続くからだ、確保しろよ。ベルナーがなんか勝っちゃうから。よし、行け、行け。さらばだ。あー、くそげーと見せかけて、こう、やりすぎた。ダメタッチ、ベレロ、ゲレロ、アウトスピンでやりやがった、あいつ。ルベです、ここ。ナイス、完璧。ベルナー、完璧。あばよー、あー、死ねえ、てめえ、撃ち殺すぞ、この野郎が。二度なるま、生きり散らしてんの、こいつ、あいきやがれ。決断、ここ、なんとか、なんとか、なんとしても、なあ、危ねえ、ノイヤー。てか、ノイヤー取れるだろ、多分。あれ、ノイヤーふざけてない今日、ちょっと。ちょっと、お前さ、お前、多いよ、なんか待ってくださいが。人生にポーズメニューねえから、マジでよ。お前みたいなやつがね、人間、お前社会に出たら淘汰されてくんやろな、お前みたいなやつ。もう。ああ、どうですか、ウェルダー強いでしょ、強くない、ウェルダー、マジで。お前ウェルダー持ったらこういうプレイ。ああ引きたい。最高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 、あ、ルルルルルクリロラーザバーバー。あ、もう誰、分かっとったっけ、おもんないよ俺、それおもんないよ、お前滑っとるよ、死ね。なあよこせ、なんかよこせ、ぶち殺すぞ、悪い、よこせよこせ、ウェーザコが死ね死ね、なんて相手だ、俺だけ、俺いけ、ブスケツ、ブ、くたばれ、くたばれ、ザコ、ザコくたばれまして、くたばれ、イエーイ、え、ザコが俺の勝ち、最後に決めた俺の勝ち、ウェーイ、ザコ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 、お前弱すぎ、3対2やけど実際3点全部ラッキーパンチ、そして2点俺近い点入れた、俺の勝ち。いいから、ちょうどいいから、むしろこのぐらいのやつ倒さなきゃいけねえ。落ち着けレジェンダー、レジェンダー一回頭にするでしょ。オッケーオッケー、こんな状態ではいい動画は撮れません。よし、レジェンダーだった、いきます、ティモ・エベレナートン。これやったらスーパーサブル使った方がいいかもしれない、スーパーサブル使います。完全に冒険して、お前もティモ・ベルナー絶対勝てるから、お前よりも俺の方がティモ・ベルナー使いやし、言っとくけど、お前ティモ・ベルナー何級？3級やろ、俺1級。
こういうことができるんですね。ムバッペ、これはね、相手の動きしっかり見て、行きましょう。このタイミングでゴーゴーゴー、こうなったらムバッペ止められない、ゴーゴーゴー。で、ここでエッジターン。コントロールかー、ゲレイロ。ナイス。ここ完璧ゲレイロでバーン、イエーイ、最高すぎる、キリアン・ムバッペが今のところ一番強い。この間やられた分はお前に返させてもらうぜ、この野郎がな。てめえが今日から俺の憎べきだ。これは一回開幕止めような、絶対開幕止めるマン、止める。ババールなんかで蹴ったところでお前もうそれ勝負投げとるやんけ。ノイアーナイス、よくやった。ミスは二度と犯さない。それだからマヌエル・ノイアーはマヌエル・ノイアーなのだ。ムバッペ言ってんじゃねえバカが、ほら言って。うえーい、浮いたボールは誰にも、おいお前も取れんのかい。ブスケツ戻れ、ブスケツ戻れ、でブスケツナイス、ゲレロも取った。これはメッシが言ってるな、アバよ。いやクソか、おい、いやーこういうのたまんねえ。うわ、あいつが今どんな顔してるか想像すると、おちんちんが立っちまうぜ。ゲレロ、ここ。なあ、こういうアウトスピンキックができますか、皆さんには。ちょ、気の利いたアウトスピンキックね。一回、うわっぺ、一回落として、ネドベドがこっち、ネドベド、ネドベド、ネドベドベド。そしてだ、僕にリードを許した状態で前半を終わらせてしまったね。君はもう死亡だ。スーパーサブ乗っかって次通常だからね。もう完全な、あ、行ったな。行ってないこれ。行ったし。これ行ってんじゃん、これ。ダメですよこれは。ディモ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 。開幕で俺が点取ったんだ。開幕でやられても仕方ねえよな、構造。仕方ねえよな、あんなもんな。やったんだもんな、お前が先にな。よし、ドリブルナイス。ここ、クナ行け。かませ、もうやれやれ。全部やれ、全部やれ。もう、じゃ、スン、ベルナ。さて、ナイス。うん、パス埋める、あいつ。ワンツ、細かいワンツ。よーっしゃ、完璧。あばよ、さ、ごめん、ごめん、ごめん。ゲル、ゲレイル、足上げはよくない。マジで新体操やるんだ、後にしてくれ。こっち、ナイス、クリナ、ほい。ウェルナ、ウェルナ、ナイス、ウェルナの、アーチストが見たい。おじ、ぶつけつ、落ち着け、下がれ。じゃあ、ノイア来た、ノイア、何やってんの、こいつ。ノイア、あいつ、沼キーパーじゃねえか。頼む。ブスケツ、ここだー、出して。ラスト一回地獄見せるか。やべ。取れる、ベルナーのアグレッシブダメだ、うん、あー、クソ、行かせろやー。だが、近かった。マジでもうね、皆さん分かってもらったと思うんですけど、ティモ・ベルナー、最高です。